こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。またポップグランピーのお店の中がちょっと華やかな感じになっています。私がとっても楽しみにしていたポップアップがいよいよ今日10月の7日土曜日から10月の22日日曜日まで開催されます。春にも、やってとっても大好評だったリリーフウェアさんのポップアップ再びという感じです。まあ、ちょっと簡単にまずはリリーフウェアさんについて紹介をして、どんなアイテムがラインナップ揃っているのかなどなど紹介していこうと思います。期間も長めにありますので、ぜひぜひ覗きに遊びにいらしていただければなと思います。はい、それではまずリリーフウェアさんはどんなブランドさんですかっていうところなんですけど、身につける養生をテーマにこう活動されていて、体の不調をきっかけに開発された、養生のための機能服、今ちょうど私も実は着ています、履いてます、タンデンパンツとか、靴下、開放ソックスなどがあるんですけど、まあ、そんな心地よい、気持ちよい、そして体を緩めてくれたり整えてくれたりする、そんな、機能服を開発されています。はい、もう養生、身につける養生とかすごいそんな言葉で気になる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、やっぱり素肌のに心地が良い、なんか着ていて本当に気持ちいい衣服や靴下になってます。はい、じゃあ早速紹介していきます。まずここにこうずらっと並んでいますね。ちょっと見えるかな、こうあってあっちにもまだまだたくさんあります。いろんな形、いろんな色があるんですけど、開放ソックスっていうのを作られています。私も今日多分あんま見えないけど履いてます。開放ソックス3種類ありまして、まず基本こんな感じになっていて、開けるとこんなです。これぜひサンプル皆さん手に取っていただきたいんですけど、ビヨーンってめちゃくちゃ伸びます。すごく大きく編んで、こう独自の方法でこうプレスをして、縮めているということで、すごく伸びがいいです。そしてそんな方法で作られているので、ここゴムが入ってないんですけど、ずり落ちることがないです。こんな感じでめちゃくちゃ伸びるし、すっごい気持ちいいです。足がこうむくみやすい方とか、おすすめです。冷える方とか、まあ、ここさっきも言ったんですけど、ここにゴムが入ってないので、ずり落ち、違う、跡がつかないけどずり落ちない。そしてここ、この足首のところ、ここが見えますかね、こう二重構造になっているので、これからの季節こう大事なところをしっかりこう温めてくれるので、おすすめです。はい、これが基本です。そして、通気というバージョンがあります。これは、ここがメッシュになっています。結構夏によく履きました。私、見えますかね、こんな感じです。でメッシュはこれ今晴れっていう色なんですけど、ウライトとのなんか兼ね合いもすごい可愛くて、これは夜明けの明けっていう色なんですけど、ほんのりこの夜の空の色が見えているっていう、そんな素敵なところもあったりして、まあ、涼しかったりするのはもちろん、こんな見た目も可愛かったりします。まあ、これからは寒くなる季節だけど、足汗かきやすい方とかにはおすすめだし、まあ、冬になったらタイツと重ねて履いたりとか、そんなこともできるかなと思います。そしてもう一個、これがめちゃくちゃ可愛くて人気でした。まあ、色はいろいろあるんですけど、こんな感じの、見えますか、私も今この伸縮タイプを履いてます。はい、でこんな感じです。履くとこんな感じ、ちょっとこのプクプクした感じがすごく可愛くて、見た目が好きで選ばれる方も多いし、開放ソックスの中でもこう基本の靴下とかよりはよりこうリラックスした感じとのことで、まあお家で履くのにもいいし、私はなんだかんだこう日常的にもちろん履いてます。見た目がすごく可愛いです。はい、こんな感じでもう全部見ていただきたいんですけど、いろいろあります。で開放ソックスには、色それぞれすごい綺麗な名前がついていて、こんな感じで、さっき見ていただいた夜明けの明けという色とか、晴れ、そして夜、
大地とか霧とか光とか、そんな色にもそれぞれ意味が込められていたり、はい、こっちにもこんな感じで月光とか新月、夜風、湖、日向、新明などなど、なんかすごく可愛い色の名前とかすごい意味が込められていたりするので、私は贈り物にも前回のポップアップの時に何個かピックアップしたんですけど、それはまあその人らしい色っていうのももちろんだし、なんか出産祝いの時とかはちょっとそういういろんなこう意味も見ながらなんか考えて選んで、そんな気持ちで選んだりするのも楽しいかなと思います。まあ、とにかくめちゃくちゃ気持ちいいので、ぜひいろんな方に履いてみていただきたいなと思います。結構前回のポップアップの時もリピートされる方すごく多かったので、ぜひまず1回履いてみてください。私はもうやみつきになってます。なんか靴下すごい大好きでいろいろ持ってるんですけど、まあ、好きだけどすごい跡がついちゃう靴下とかもいっぱいあって、なんか次の日にはリリーフウェアさんの靴下履きたいなとかよく思ってます。はい、そんな感じの開放ソックスでした。そして、もう一つは今私も履いていますパンツシリーズ、パンツも種類はいくつかあるんですけど、今私が履いてるのがタンデンパンツというズボンです。体を整えるためのズボンで、体をこうあるべき姿に導くことを体にを導くために作られたような感じで、中心ここでリボンで結んでるんですけど、ここが体の中心の丹田というところで、ヨガとかされてる方とかスポーツされてる方は結構なんか丹田気にされる方多いかも。私もなんか高校の時に体育の先生から教えてもらったんですけど、こう日本人は昔からこう丹田にグッと引き締めてってなんか言う方いらっしゃいますよね。こうしっかり力を込めてっていう丹田です。でその丹田、体の中心の丹田で紐を結んで、下半身がこう力強く安定するようにっていう感じで作られているし、まあそんな意味もあるし、見た目も可愛くて、ここでこう前リボンを結ぶのがすごい可愛いので気に入ってます。そしてここに見えますかね、ここカイロポケットがあるんです。これ買った時は夏前だったのでまだ活用してないんですけど、この冬はここにカイロ、ちっちゃいカイロ忍ばせて、もうとにかく私はお腹腰回りを温めていきたいなと、楽しみです。またこれから履くので、今回というか今回からのカラーラインナップにはこの私が今履いている赤という色はもうないんですけど、見てください、このお隣のトルソーが履いています。すごい可愛いこんな色とか、ちょっと秋にぴったりな色がいろいろと揃ってます。こんな感じです。これはリボンタイプの丹田パンツで明るい色もあります。はい、とあとは、まあ、リボンも結構やっぱり女性に人気で、丹田パンツ日々っていう、こういう見えますかね、この腰のところがベルトになっている、ちょっと見えにくいかな、タイプもあります。こっちはやっぱり男性にすごい人気でした。まあ、女子でも履きやすいし、男性でもという感じです。で今回あったか素材も来てます。すいません、ちょっと後ろに服があるのでなかなか画面から履けちゃってごめんなさい。こんな感じ見えますかね、こんなあったか素材も来てるので、まあ、これからの季節にはぴったりかなと思います。はい、ということで、ざっくり紹介でしたが、リリーフウェアさんのポップアップ始まっていて、開放ソックス、そして丹田パンツ日々などいろいろラインナップ揃ってます。見るだけでも楽しいかな、靴下いろいろ選ぶの楽しいと思うので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。そしてさっき言ったかもしれないけど、試着室もありますので、ぜひパンツも履いてみてくださいね。
はい、あとは、自転車の販売市場なども通常通り行っているので、自転車を見たいなっていう方はぜひ自転車にって言ってください。で、靴下だけ見たいなっていう方ももちろん大丈夫です。コーヒーだけ飲みたいなっていうことももちろん大丈夫です。皆さんごゆるりとお越しください。それではお待ちしてます。ありがとうございました。